Cześć wszystkim. Jestem Aiko. Jak się masz? Ja bardzo dobrze. ちゃんと言えました。ポーランド語って難しいですよね。私もエミルと結婚する前にちょっと勉強しようと思って始めたんだけど、途中でなんかよくわからなくなって、あとめんどくさくなったりしてやめちゃって、でその後ポーランドに行って、やっぱりポーランド語勉強しなきゃと思って本屋さんに行って、こういうポーランド語の勉強の本を買ったんですけど、なかなか難しいですね。とりあえずこの箱に入ってるフラッシュカードみたいなのは開けて少しやりました。ちょっとこっちに英語が書いてあって、こっちにポーランド語が書いてある、そういうカードです。これね、これも買ったんだけど、なんとまだ開けてません。これ1年半ぐらい前にポーランド行った時に買ったんだけど、もうちょっとこっちやるのに精一杯で、しかもこれもすぐやめちゃったから、結局これは開けてない。ちょっと開けてみましょう。何が入ってるんだろう。Polish for foreigners pack。 なんか DVD とか入ってる、 CD とか、そのテキスト、なんかこういうものですね。これはエミルがくれた辞書なんだけど、中央日本語とポーランド語の辞書みたいです。でもこれもほとんど使ったことない、もうほこりかぶってる。汚い。これは私が、まあこれは3分の1ぐらいまでやったのかな。日本語、日本で出てるポーランド語の教科書です。こんな感じ。で、ついに私はやっぱりポーランド語を少しずつ勉強していこうと決心しました。でも多分普通に一人でやるとまたすぐに嫌になっちゃって、もうやめたってなっちゃうので、ここでビデオを作りながら、私がポーランド語を勉強して上達していく様子を皆さんに見てもらいたいと思います。そうすれば、まあ、挫折しないかな今度は。はい、ヤポンスカチョナウチシェポルスキエゴレクサピエルシャ。で、今日はまずこの、これが多分一番やりやすそうなので、日本で出てるこのポーランド語の教科書をまず一番最初からまた始めていきたいと思います。私にとってポーランド語っていうのは、その語尾の変化が多すぎて、それを覚えるのがまず大変。もうその変化の表を見ただけで、もう終わり。ちなみに私が今まで勉強した外国語は、まあ英語、大学生の時に2年間だけフランス語を勉強しました。ボンジュー。でももう全然覚えてないです。ポーランド語は、まあ、もちろん英語と似てる単語っていうのはあるんだけど、もう文法とかはもう全く、そのなんだろう、その文の構成とか違うので、英語と比較して覚えることもできないし、本当に全く新しい言語の挑戦って感じですね。ちょっと頑張ってみます。じゃあ今日はまず普通にこの一番最初のところ、から始めたいと思います。レクチャーピエルフシャかな、読み方よくわからない。はじめまして。ここでは、挨拶の言葉と名前の言い方を覚える章ですね。ここになんか会話が書いてあるので、しかもその下にカタカナも書いてあるので、ちょっと読んでみたいと思います。シェプラシャンチーパニエリヤマモトタクイエステムエリヤマモトジェンドブリイエステムアンジェイ・コバルスキ、ジェンドブリ、バルゾン・ミオ、
serdecznie witam. Nazywam się Barbara Kowalska. Mówimy Basia. Bardzo mi miło. Mam na imię Eli. あ、これは簡単だ。だいたい私もわかる内容ですね、これは。でもまあ、そういう基礎が大事なので、ちょっとちゃんと今日からやりたいと思います。ちゃんと新しいノートも用意してます。名前の言い方。自分の名前の言い方には3通りあります。Jestem Barbara Kowalska. Nazywam się Andrzej Kowalski. Mam na imię Basia. でもこれってどう違うんだろう。なんか前勉強した時の感じある。Nazywam się Andrzej Kowalski っていうのはちょっと礼儀正しい言い方。Jestem Andrzej Kowalski は英語で言うと I'm Aiko Toshikovsky って感じ。Mam na imię Aiko は、ただ単に I'm Aiko、 それか My name is Aiko かな。いや、つまり友達同士で自己紹介するときはナジバムシェン Aiko Toshikovsky って言ったらちょっとやりすぎってこと。多分、イエステムアイコトシコスキーか、まあ、内面アイコぐらいがいいんでしょうか。で、次、2番目。疑問を表す詞。これは一番最初、文章の一番最初に置くと。なくてもいいと。どっちだよ。で、ポーランド人の名字は同じ名字でも男性と女性で語尾が異なる場合があります。はいはい、そうですよね。なんか本当は私もポーランド語でちゃんと言うとアイコトシコフスカになるんだけど、日本ではその夫と同じ名字じゃないとおかしいのでしょうがなくトルシコフスキーっていう名字でちゃんとその国に登録してます。ポーランド人の名前について感じるのは、名字の種類がすごい多いですよね。で、名前の種類が少ない。で、似た名前の人、同じ名前の人がすごい多い。なんかバルテックとか、グジェゴシュとか、あれこの人もグジェゴシュ、この人もグジェゴシュ、あれこの人もグジェゴシュみたいな。日本ではそういうことはあまりないかな。逆に、名字より名前の種類の方が多いかもしれない。じゃあレッスンはこれで終わりです。まあ、とりあえず自己紹介の挨拶だけはポーランドに初めて行くときにちゃんと覚えたので、それだけは今もスラスラっと言います。ちょっと言ってみます。ジェンドブリーイエステムアイコ、イエステムズヤポーニバーザンミオっていう感じですね。これだけは最初からもうちょっとバカの一つ覚えみたいに言えます。よく日本でポーランド人と結婚してるのでポーランド語を喋れるのって日本人から聞かれるんだけど、まあこの自己紹介の言葉を言うとみんな「すごい!」みたいに言われるけど全然すごくない。それしか言えません、ほとんど。これから、このシリーズを時々続けて皆さんに私のポーランド語の上達を見守ってもらいたいと思いますのでよろしくお願いします。でも私がこのビデオの中でちょっとその疑問を言ったりすると思うんでそれに答えてもらえると嬉しいです。コメントで特に今日のやつだとその自己紹介の仕方、その名前を言うのにそのイエステムアイコトルシコスキーとナジバムシェンアイコトルシコスキーパムナイメンアイコ、この3つどういう風にどういう場面で使い分ければいいのか教えてもらえると助かります。じゃあまた、第2回目で会いましょう。続けるぞ。パパー。